こんにちは。こんにちは。あ、今日はイサムさんでお願いします。まあ、なんか最近似たやつが出たらしいな。ジャッキーさんは元気にしたのかな。いやー、なんかよう間違えられるの最近。ジャッキーさんですか。今日はトラックやな。今日トラック、あの RS のトラックやな。まあでも本人に会ってないね、まだ。あ、そうなんや、うん、まあ、よろしく言うといてください。まあまあ、まあ、こちらこそ。今日は、なんていうか、レンゲインか。そうやね、レンゲイン誕生祭、誕生時これ難しいな、間違いと分からないけどな、旧車イベントにやってきました。奥の院ね、まあ、イベント自体はちょっと小規模やけど、まあまあ、つわもんが来るイベントやな。そうそうそう、まあね、藤田さんと会ったもんね、ここのカレー。そう、ここが俺とイサムが初めて会った、うん、そうイベントやったな。初めて会ったのにこいつうるせえなって思ったイベント。よう磨きよったな、あの時な、俺ってな。磨きよった。面白いっす。面白い。めちゃめちゃ面白い。この坂、日本登ってくるけど。なんでこれついんちゃうな。 MC、 えどういうこと。 MC か、 MC、 MB か、 MD、 MD、 あ、やっぱ前期やったらついんかんなるのね。色が違うな、やっぱ。違うんだな。俺のはここについちゃうんだな。ここにあのスーパーサルンってあのエンブレムがつくんです。これはここについちゃうんだよな。いや、もうそれは多分前期と後期の違いやと思う。この形は全く変えも一緒でしょ。うん、あのデザインは一緒やけど、まあテールランプは違うけどね。あとライトとは違うけど、形もうボディの形はもう全く一緒。この辺ももう全部一緒。これも一緒。うん、違うって言ったらこのウインカー、ここが違うよね。ここがこうもうあのフィンになってる。これはここにつく。そうそう、ここにライトがある、あのフォグランプがある。まああとバンパーがもう全部メッキっていう。はいはい、うん、もうこれも本当は取ってあれすることだって、もう取ったらもう。これまた割れたら大事ですよ、これ。もうはまらないし。じゃあ、ということで。まして、なかし。ツインキャブか、いいな。ツインキャブのミッションやけん、まあ、まあまあ走るやろうな。俺のは3速オートマやから、もう全然走らん。いや、待て、オートも楽だ。まあ、楽やね。うん。結構めんどくさない。うん、まあ、確かにね。まあ、半くらい使うとか。うん。特に古い車やけん余計気使うわね、うん、駐車場、うん、止めたりするときね。ほらサイドがこれやけん、クラッチで踏んで止まったときもこっちならば別に楽やがって、こっちやけんこうやけんあれして、あ、だまあ、いや綺麗綺麗や。
まあエンジンも何もほら出力なんですよ。いやいやいいわもう。ちゃんと動きゃいい、うん。あ、ラジオのアンテナがついちゃうんだよな前期は。後期はラジオのアンテナがついてないんですよ。もうあのガラスに。ああなるほど。ガラスに埋めシールで貼ってるやつ。これがモーターのちょっと不具合で。あ、半分は出が悪いね。半分はあと手でこうやって。ほんで閉じるときもこれ。手で押さえちゃうか。それがいいよ。あ、きつい。もうきつい。頼むわ。頼むわ。もうきつい。もうきつい。もうきついよ。お、結構高い、高いところまで来たで。プルプルやぞ、これ。プルプル？プルプルや。これが、な、なんちゃら先生やなんか。よう、感じいけよ。ほんとにいっぱい。いつになったら俺、ガレージに、あの、新築祝い。ああ、そうやな、ほんと。なんならリフトで、あの、吊るし上げていいです。え？何がすごいんかよう分からんけど。何がすごい。もう全部、板もケヤキや。塊か。ケヤキの塊。ケヤキの塊。見て、ほら。え？景色。あらららら。あれ？あれ、三井グリーンランドやないの？ Yes, you do! You can see! すげえな、えらい端っこの方まで来たな。ありがたい。あらららら。最高や。熊、もうほんと反対側まで来たやんか。九州の。九州の反対側まで来たってことやろ。そういうことやな、うん、俺からするとな。そうそうそう、俺からするとな。そうそう、あの西側にな、大分県民からすると。そうそうそう、裏に来たっていうこと。東側からね。あんなんた、まあそういうことは九州のな。そうやろ。わあ、超綺麗やな。わあ、すごい。あれどこ、あの向こうの向こうは。あれ二人で鳴らして気持ち悪いぞ。これあれどこ。あれはあっち、あの有明海の向こうやけど、雲仙はもうちょっと、あ、長崎か。うん、あっちの方やねんかな、あの武雄とか武雄太良町とか。中崎さんがおるとこ辺じゃない。とか、うん、あこら辺と思うよ。で、雲仙こっちに見えると思う。雲仙左か。いや、雲仙があれかもしれん。あ、雲仙縁結びの鐘鳴らそうや。え、雲仙があれかな。え雲仙こっち、あれが雲仙。これワンやわな。ワンになってるんやろ。それが有明海。有明海。有明海。有明海の向こうを見ようと。有明海の向こうって長崎やろ。長崎県で長崎県。すごいな。スマホどこ行ったか。有明海ってこんなでかいん。あれ。隣人の金、もうそれや。隣人のあるな。隣人の金鳴らし。ぴったりの。まあ俺一応家族おるけな。おるん。一応形にこれ鳴らす。ああいい音やな。音がいいな、うん、隣人。これ隣人な、うん、隣人しかねえな。はい、行ってくれ隣人。かわいいやな。ちょっと音の質が違う。一応家族もおるけど、家族も鳴らしておきな。はい、よろしくお願いします。ヤクザラ投げの湯。お湯風呂があるん？お願いします。1000円な、うん、2人2枚、うん、1枚ずつや。日本家族家内の安全。サチエちゃんラブ。あ、なんか書いて投げるってこと。そうあ、そういうこと。ここに買うの。1眼1個だけ。役払い願いの皿でもあります。願い事の一つを書いて念じて投じてください、うん、なんでここ。サチエラブサチエやったろ。サチエラブ近くか。俺はね、やっぱね、開運やな。開運。開かな、始まらん。よし、書いてよ。ジャッキーサム。面白ねえな。言われるかな、ちょっと。言われるかな、ちょっと。もうちょっと、
もうちょっとおむすび方が格好や。普通やな。もう、そういうこと、俺普通そういうことよ。普通に生きとうだけやね、俺。そういう。投げるのそっちやろうか。投げるところ。どっから投げる、ここから投げる。うんやろうと思うよ。え？多分それほら。あ、これ？うん、ここのステージや。あ、なんかにぶつけるとかじゃないんや。投げるだけ？もうただの不法投棄じゃねえのかこれ。まあこれ多分か土に帰るんやろ。そういうことやろうな。はい。はい。ナイス。なんでか、クジラクラウン、あ、車検通りますように。はい、サンバー基地。サンバーも。あ、サンバーも。面白いな。願い事2つ書いてる。もうそれでおダメや。それで失格や。どこに投げるの？遠くに投げる。はい。遠くには遠いほどいいってこと？今不法投棄をしてる親父がいます。めっちゃ飛んでたよ。おっ、すげえ。すげえ飛んでたな。おお、行くんやねえな。あひと山越えたで。今めっちゃ飛んだぞ。伊勢早川まで行った。いや、あれ大分方面や。あ、こっち大分。ああ、武田まで行った。お、相当飛んだな今。結構取れた？取れた？多分取れそうと思う。え？いやマジすごかったわ。すげえ飛んだな。いや俺最後肉眼でしか見てねえけど。あの山越えたよ。山っていうかその林は越えた。あの林は越えた、うん。あの林の向こうの手前に落ちたよな。あの間に。あ、もう今息早い投げる。はい、うわ、こっち、あんたこう投げたろ？右、うん、そうやな、普通に、普通に、うん。あ、まあそれの方がいいかもしれんな。俺肩弱いんや。腕、うわ。ダメやな。俺なんか今年ダメじゃないよ、考えたら今の。急展開に落ちた、落ちた。投げるの苦手なの、キャッチボールできん。ダメ、ダメ感じだったわ。今のはもうダメだ。ダメな投げ方。パズが上がってちょうだい。カシャカシャ。急暴落する感じやな。カズが。世の中上がっとるやけどな。今どんどん上がるよな。もう、まあまあ、自分の上がっとるかどうかや。次問題はな。いや、それ以外にねえやろ。いや、あんたいけるよ。何が？治るよ。すげえ飛んでったな。クジラもこれで治らんかった。多分は世界で一番飛んだんじゃねえかっていうレベル。でも願い事二つ書いたけど。サンバ諦める。サンバ次で1000円かなんか払ってサンバ諦めますって言ったんや。サンバはもう諦めるかもしれない。え？梅が出た。盆栽と盆栽ってなんか違うの？それは中で聞いていく、ね、今日はじゃあ梅がメインってことやな。わかります、盆栽と盆栽の次は。え、梅がメインってことじゃない。梅がメインやね。梅の盆栽のことを盆栽って言う。最後高森樹齢150年。ああ、これ立派やな。大したもんやな。佐賀から来てもらった。うん、やっぱ150年クラスになるとやっぱちょっと貫禄が違うな。これもよう人んな中がこんな空洞になっとってからさ、この苔がいいよな。ほんで、まあ苔はつけりゃ何でもなるばってんくさ。150年、こういう枯れたところがいいんだろうな。里屋かなで、これ枯れたところがいいんでた。そうなん。あ、これお寺のお持ち物やね。ああ、これ樹齢200年。あんまでもピンとくるやつがねえな。150年、古木やな。100年。あ、これ200年、これ販売か。あ、販売か、買おうかな。ほー、個数いくら、久保田さん。今日はとりあえず200万で手打とうかね。樹齢200年で200万。1年1万。これもう値段全然わからんな。まあクラウンの S とそう変わらんぐらいでね。 S より高いんじゃないこれ立派やな。こう立ち姿がいいよな。これはすげえ。
あ、でもな、これ結構好きやん、ね、これ、うん、色が可愛い。まあ、その色はこれあれやろ、品種やろ、うん、あ、色ね、うん、こんなの好きやん、横にこう松がいいんやろ。あ、いや、俺全部梅、梅、全部梅ってことやな。うん、だからボンバイエ。皆様どうぞお気をつけてお帰りください。また来年お会いしましょう。ありがとうございました。下駐車場まで乗けてよ。これワイパー壊れてるの？ワイパー。ワイパー動かんじゃん。クラッチマスター変えたんや。うん、もう動かん。全く運動もすると。便利悪いな。ワイパー動かんと。まあ雨の日乗らんないといいんやね。いやそれでもいろいろ便利悪い。やっぱ直さないの。やっぱワイパー動いた方がいい。動かな。買ってくれやん。あ、そう。どう？カットされるからやめとけ。どうもありがとうございました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 。ありがとうございました。お、サチーちゃん、サチーちゃん、サチーちゃん、サチー。どうもありがとうございました。どうも。
さっちゃん本当当たったと、また間違えたじゃん。あ、ごめん、こっち行っていいですか、ごめんなさい、うん、なんかあ、また送ってくれ頼まれたもんで、どうもすいません、なかなか調子良さそうや。お、これもうめっちゃいいぞこれ。え？これめっちゃいいよこれ。あ、そう。あ、もう走りもいいし、あの排気が少し漏れような。買った時からあのそれは漏れようじゃ言われとったけど、確かに排気は漏れよう。あのインマニーやなかった。駅マニのところからチート出よう。それ以外はもう、もう何の問題もね。あ、機械式に変えたしね。あの機械式がなかった。あ、そう、機械式か。ポンプも変えたし。あ、もう最高よ。あ、そう。おう、この前リスミキャップも変えて、ローダーも変えて、あ、一応変えた、いや、ちょっと、もう、あ、これバスのとこ、危ない、これ引いてしまいそうや、行くよ、お、写真の方があんな綺麗なの絶対みたいな、伝説の馬場さんの車も入っとったな伝説の馬場さんじゃない、伝説の整備士、伝説の整備士が直して、いや、すごい、でももうメッキかけるとかもバチッとかけとるし、ちょっとそれ見たかったな、いや本当にこんなことまでしてくれる車屋がいるのって思ったわ、いや、そんな本当にこんなとこやったらお願いしたいねって思うような、あ、そう、うわ、かっこいい、並べる、同じクラウンやけどね、わあ、かっこいいな、やっぱこれがアスリートのあれやろ、あれは、いや違う、西野君、西野君、西野君、よう頑張るよな、いや、よう頑張るよ、